韓国のホワイト国日本所外。十分な説明なく誠に遺憾、ガネットではない。内容はこちら。韓国の日本ホワイト国除外で、菅原和秀経済産業省が談話を発表したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。菅原和秀経済産業省は18日、韓国が日本を輸出管理のホワイト国から除外したことを受け、談話を発表し、韓国政府が8月にこの方針を示した後、その判断の根拠の詳細について問い合わせてきたが、韓国側から十分な説明がないまま、今回の措置に至ったことは誠に遺憾、との見解を示した。その上で、引き続き、韓国の輸出管理当局に対して、国際社会に対する説明責任を十分に果たすよう求めていきたい、と表明した。感情優先で日本をホワイト国から除外したので、これといった理由がない、といったところでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。外したことより、いつの間にホワイト国とか枠組み作ったんだよって聞けよ。日本のモノマネということでしょうか。次はこちら。日本が先に外したじゃないか。どの口がたわごとを言うか。恥の概念はないんか日本人は。めっちゃ韓国側が言いそうな論点すり替え発言ですね。次はこちら。韓国も日本を倉庫に呼びつけて5時間説明すればよかったのにわらわら。理由ないから無理かわらわらわら。韓国の日本への仕返し。まるで子供の喧嘩ですね。最後はこちら。日本が先に外したからイコール報復とは説明できないからぐぬぬってなってるわけだわら。日本側は確かな理由があって韓国をホワイト国から除外したのに、どうも韓国側は理由なしっぽいですね。これが国のやることですかね。呆れます。結論。韓国がなぜ日本をホワイト国から除外したのか、日本側はその理由をしつこくネチネチと問いただしてください。日本側が納得できる理由を韓国が提示できるまでしつこく問いただしてください。理由もなしに除外なんてありえません。まあしつこく問いただせばただすほど論点ずらしをしてくるかもしれませんが、それでも諦めずに答えるまでしつこく問いただしてください。お願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。